こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、転売初心者が初めて仕入れるおすすめの商品を大公開、仕入れ失敗者によく売れる商品のジャンルとはというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい、この動画ですね、このタイトル通りですね、商品ジャンル、売れる商品ぜひね紹介させていただきます。はい、まずこちらになりますね。はい、で、よく売れる商品なんですけど、まず洋服、ピアス、アクセサリーですね、まあ、ストラップ、まあ、お財布なんでもあるんですけど、特にですね、安い、仕入れの時が安いっていうのはですね、このピアスなんですよね。で、洋服、まあ、アクセサリーですね、まあ、女性のアクセサリーって非常に安いです。で、どれぐらい安いかと言いますと、日本円でいくと1円以下の商品もあります。ですけども、日本でいると、価格帯ですね、10倍とか、もう30倍とかなる商品もたくさんあります。はい。なので、このですね、まあ、この3つがおすすめですね。で、ストラップなんですけど、ストラップは実際ですね、私はですね、メルカリでちょっと売ってたことなんですけど、ストラップは儲かります。はい。ただしですね、商品の色とかね、形によってですね、値段が変わってきます。実際。なので、ぜひね、ストラップをやるときは、その儲かってる人のね、商品よく観察して商品を仕入れていただければ 100% で利益やってますので、ぜひねその点をね注意して見ていただければいいかと思います。はい。で、この2番のリサーチなんですけど、リサーチをすることをしっかりします。そうすることによって、30% 50% ですね、まあ、これ全部中国費用品なんですけど、 30% から 50% 以上の利益出る商品実際にあります。で、そうすることによってですね、絶対利益出ます。はい。絶対出ますので、安心していただければいいかと思うんですけど、このリサーチがですね、少しでもずれるとですね、商品を仕入れても早く売れないですよね。なので、ぜひね、ここのリサーチをね、ぜひ、しっかり見ていただければいいかと思うんですね。はい。で、この3番ですね、先ほども言ったんですけど、この即売れる商品。即売れるですね。出品後ですね、1時間より売れる。この商品を仕入れることによってですね、大量に仕入れることができるので、まあ、利益は出ますよね。大きく。なので、商品によって、で、まあ、同じような商品のね、ジャンルでも、もう超人気ある商品ってあります。これをぜひね、調べていただければいいかと思います。はい。もういっぱいありますので、ぜひね、調べてみてください。はい。で、まとめなんですけど、まあ、仕入れ値が安くてね、高く売れて即売れる。この商品を仕入れてね、メルカリで、で、出品していただければね、とにかくですね、売れます。なので、ぜひね、こういった商品を仕入れていただければ、稼げますので、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。日経のスタンプをお願いします。あと、YouTube 貸しの一切受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。